長井元隆は赤江戸風雪校の筆者、工藤平介のジップで、奇襲藩江戸詰めの範囲。平介の娘、工藤綾子の著作、昔話には長井大安の名で記される。元隆は平介の母子による。伊達精神家父には長井城安房と記載される。竹安、大雲、高本、河本などとも記される。炎祖は針馬国の城主で、 豊臣秀吉に滅ぼされ、その後は、孔子として比較的豊かに暮らして現地に暮らしていたという。元孔の父の代に、電磁調査の折に、江戸幕府の怒りを買い、田畑を取り上げられて、大阪に出ることとなった。父の没後、長井元孝は、整形のために医療を身につけ、奇襲藩に召し抱えられ、範囲となった。しかし、元孔は、医師であることをむしろ恥じており、 医者は自分一代にしてほしいと奇襲藩主に申し出ている。元公の願いは、聞き入れられ、従実に優れた長男史郎座右衛門は武士として金徳川家に仕え、休日に優れた次男善助は清水家に仕えることとなった。三男平助は仙台藩第五代藩主だて吉村の爺であり、元公の友人であった。 工藤康代が範囲として取り立てられる際、再退が条件であったため、上津浦う園と結婚するのと同時に1 3歳で養子に出された。延長3年頃のことであった。工藤康代没後、平助は康代の後を継ぎ、先代範囲となった。ありがとうございます。